初めからすごくしっかり作り込まれてはありますよね。こんにちは、坂本夏樹です。今回はムーアプライム P1 の中でもアコースティックの音色について詳しく解説していこうと思います。ムーアプライム P1 はスマホのアプリと連動させて操作することができる画期的なマルチエフェクターということで、ギタリスト、ベーシスト問わずすでに多くの方に愛用されていますね。このサイズからは想像もつかないぐらい本当に多彩な音色を作り出すことができます。そんな中でもアコースティックの音色が、ね、すごく良かったんですよ。で、僕は普段仕事ではエレキを弾くことの方が多いんですけども、ギターはアコースティックギターから始めたんですね。というのもあってアコースティックギター大好きなんですよ。すごくこだわりも持ってるんです。だからこそそんな素晴らしい音色を皆さんにご紹介できたらなと思っています。今回使用するのはマーチンのトリプル O の18です。当然このプライム P1 とつなぐためにはピックアップが必要なんですが、そのピックアップいろいろ試してみたんですけども、このマグネチックピックアップにマイクがついているタイプのもの、この組み合わせが、ね、相性いいように思いました。これはフィッシュマンのレアアースというモデルです。ではこんな組み合わせで素晴らしいプライム P1 のアコースティックのサウンド聞いてみてください。アプリを立ち上げました。で、この A にすでにこのアコースティック入ってあります。なのでこちらをタップ、そうすると音色を調整する画面に移ります。で、このフォルダのマークこちらをタップ、そうするとそれぞれのピックアップシステムに合わせたプリセットを選ぶことができます。今回はサウンドホールに設置するタイプのピックアップを選んであるのでこちらを選択、そうするとこの中には12種類のプリセットが搭載されてあります。ちょっと上から一つ見ていってみましょう。まずフォークピッキング、リバーブが効いてて気持ちいいですね。だから本当にこのまま使えてしまうのはすごくいいサウンドで、テンダーピッキングはなるほど、ディレイにトレモロが効いてあるってやつね。そう、アコギって結構そのヴィンテージのチューブアンプ、あのトレモロとかリバーブとかが搭載されてあるやつ、それに突っ込んで弾いてみる、鳴らしてみるっていうのもね結構ね面白いんですよ。で、カントリークラブは、あ、これショートディレイね。で、これもこのまま使えるやん、めっちゃいい感じ。ソリストは、ソロイスト、あ、なるほど、これは単音の方が合いそうな感じ。これはね、単音弾きがすごくしやすい。スイーピング、あ、すごいドライで、ジェットスイーピングは、わー、アコギにフランジャー、これすごいな。ちょっともうちょっと弾いてみよう。めっちゃ面白い。で、ファンキーワウは、ん、あ、なるほど、これアコギにオートワウね。アコギにオートワウ、これ多分世界初じゃないですか。で、フェイデッドドリームは、ん、あ、後からついてくる系のやつね。あ、これね。ストリーム、おー、なるほど、モジュレーションがたくさん変わってある、ディレイにモジュレーションが変わってあるとか、そういう感じがね。オールドレイディオは、あ、ビットクラッシュ系の歪みね、面白い。で、ロッカー、これ多分歪むんやろね。あー、なるほど、なるほどね。で、リードマスター、これもこれも絶対ロッカーの後にリードマスター、これ絶対歪むでしょう。
なるほど、本当にその歪んだリードを弾きやすいんだよね。アコギでこんな歪んだリードサウンド使うことはなかなかないですね。という感じで、本当にもうザ使えるアコースティックのプリセットというサウンドから、後半の方に進むにつれてアコースティックではなかなか使わないようなエフェクティブなサウンドも収録されています。もうこのプリセットだけでも十分楽しめますね。面白い。でさらにその音色を細かく調整していきたいという場合は、この隣のレンチ、こちらのマークをタップすると細かく調整する画面にさらに移ります。で今この0の A っていうのが選ばれているので、コンプやモジュレーション、リバーブかかってますが、一旦ちょっとこのギターのね音だけに集約してちょっと掘り下げていってみましょう。でギターだけになりました。でギターが今、これ今まずエレクトリックギターが選ばれてますね。で今回はピックアップに設置するタイプのピックアップを使っているので、この2番サウンドホール、こちら選びます。で右側、ここでどのギターモデルを選ぶかっていう風になってますね。で、大体ここのモデル名見てもらえれば、どのモデルが元になったかっていうのはおおよそ想像がつくと思います。おそらくこれは誰でもね分かると思います。すごく分かりやすくなってます。ジベス45とかね、これはもうまさにあれでしょう。まずちょっとこれ聞いてみましょう。すごいね、パーカッシブなのがあのモデルをすごく彷彿させますね。でいろいろある中で、僕はねこのね MTN-D35、 このモデルがねすごい好きなんですよ。でこれのまず A ちょっと聞いてもらいましょうかね。これ僕オリジナルの実機も大好きなんですが、しっかりした低音ありつつも上の伸びがねすごくねシャキーンとね透き通った感じがねあるんですよね。硬質な感じ、それがすごくよく再現できてると思います。で各モデル A、B、C と3つ選ぶことができるんですね。でそれの違いちょっと聞いてもらいましょうかね。まず A からで B に行きますね。で Cすごくかすかな差かもしれないんですが、そのマイクの位置がね微妙に動く感じっていうのがありますね。この A が一番エア感が多いんですよね。で C が一番ライン感が強い。で B がその中間。なのでアコースティックなサウンドをすごく大事にしたいという場合はまず A で、バンドアンサンブルの中とかでもすごく音数が多い中でもアコースティックのサウンドをしっかりパンチを持たせてしっかり主張させたいっていう場合はこのライン感の強い C っていうのがいいと思います。でもまずはこの B っていうのを選ぶことでそのモデルの特徴を掴んでもらうっていうのがいいのかなと思います。この TLR-614 もこれもいいよね。ちょっと B 弾いてみましょうかね。これもね低音感があってラインが見えやすい。でしかもその歯切れがいい感じっていうのの、そのオリジナルのあのモデルの感じすごくよく再現できています。というわけでこういう風に音色を細かく選び調整していくということがこのページで可能です。続いてそんな中から僕の好きなおすすめのサウンドいくつか作ってみましたので、ちょっと聞いてみてください。
今回はムーアプライム P1 の中でもアコースティックの機能について詳しく解説してきました。プリセットのままでも十分にいい音だなぁと感じられるくらい、初めからすごくしっかり作り込まれてありますよね。でプリセットもたくさんあればいいというわけではなくて、誰もが想像するアコースティックなサウンドをパッといかに素早く手に入れられるかということの方が僕は大事だと思っているんです。ムーアプライム P1 は本当にそんなプロダクツになっているなと感じました。すでにお持ちの方もたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひぜひ試してみていただきたいですし、何かアコースティックのサウンドでいいのないかなと探されている方にはぜひ試していただきたいです。本当に多くの方に楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。